メルマガを登録するとドイツ語のプレゼントがもらえます。概要欄をクリックしてね。今日は私が日本に来た理由について話していきたいと思います。マツくんとは関係なく、子供の時に村上春樹が好きで、で、村上春樹の作品はね、ドイツ語にも翻訳されてて、で、うちの地元の、本屋さんでも村上春樹の小説が売ってるんですよ。で、地元はドイツのミュルハム・アンデルーっていう町にあるんですけど、人口がまあそこそこあるんだけど、本当になんか日本の本がないんですよ。うすしとか忍者とか、日本なんかこう観光するなら東京とか、そういうなんかこうちょっとした本はあるんだけど、村上春樹の作品みたいに日本の文学が全くなかったんですよ。で、日本になんかこうかっこいいなと思って、でその村上春樹の本を当時読んでたんですよ。中学生とかなのかな。でその時にすごい思った、なんかその街の雰囲気の説明方、なんかこう人の雰囲気の説明方、あとなんか彼なんか妙なところに出てくる色さ、なんかそれがなんかすごい面白いなと思って。で地元はまあドイツとか、あとなんかこうアメリカの本とかもあったんですけど、なんかその雰囲気が全然違う。やっぱその日本文学の雰囲気がすごくなんか奥が深くて、なんかこう物事言うと思ったらまっすぐ言うんじゃなくて、こう周り遠回りして説明してる、その雰囲気がすっごいかっこいいなと思ったんですよね。その時に、あ、なんかこう日本語を読めるようになったら、たくさんこういう日本の文学も読めるようになるんじゃないかと思って、でそれが まず一つだから、日本語が読めるようになるとたくさんこう本が読めるようになるんじゃないかなっていうのが一つの理由、日本に来た理由。あとはね、小学生の時にドイツのテレビ番組に子供向けのなんかこうアニメとか全くなかったので、名探偵コナンを見てたんですよ。で名探偵コナンの当時ドイツ語で見てたんだけど、そこのなんか東京の雰囲気、なんかその大都会の雰囲気が、まあ、毎回人殺されるのはちょっとフィクション別として、ただそのなんかこう制服、ランちゃんが着る制服も可愛いなと思ってて、で東京もなんかこう、あ、ドイツはこんな大きい都会ないんですよ。フランクフルトとか高層ビルはちょっとありますが、東京ほどでかくないんですよ、人口が。でその大都会かっこいいなと思ったことと、ランちゃんの制服が可愛いなと思ってたので、うちは高校生の時に日本のなんか高校行ってみたい、制服着てみたいってなって日本に来ました。でそれから何年も経ってずっと日本に住んでます。日本好きです。